はい、池田です。This is art is と <laughs> いうことで竹中平蔵さんっていう人がベーシックインカムについてなんかニュースになっていたんですけどそれでツイッターとかであのいろいろ叩かれているというか反対されているというかまあおおむねどういうふうに反対されているかというと7万円では暮らせないとかな,なんかその。 年金とかあの生活保護なくなったらあの働けない人はどうするんだとかそういうもろもろのことで反対されてるんですけど僕はベーシックインカム賛成やしもできるだけ早くやった方がいいと思うんですよね。できるなら僕が生まれる前かからっっっててしかったなって思うんですよね。なぜそう思うかというと単純に計算してみたんですよね。 ベーシックインカムっていうのは、あの、0歳の子供から、あの、100歳のおじいちゃんまで全員に配るっていうやつなんですよね。で、竹中平蔵さんの案では7万円全員に配りますよっていうやつなんですけど、ここで、あの、もし自分の親がいい両親なら、この7万円を、その子供が、 あのまあ独り立ちするまで積み立ててくれたらっていうことを考えれるんですよそうしたら二十歳で人は独り立ちするとして万円貯まってるんですよねめちゃくちゃいいじゃないですかこれ反対してる人ってどういうあの竹中平蔵さんっていう人が憎くて反対してるとか なんかそういうのがあるんじゃないかなと思ったんですよね。なんか、議論に入るべきだと思うんですよ、もうそろそろ。この議論に入る前からこう反対したりして、その、そ,そういうのをこう、話し合いもさせないようにするみたいな状態っていうのは、僕はよくないと思うんですよね。あの、一回やってみるべきだと思うし、その、 なんていうか僕もこれ今バイトしてあの生活してますけどベーシックインカムになったからってバイトやめようなんてさらさら思わないですよもうめちゃくちゃラッキーやなと思うんですよねバイトの日数も多少減らすかもしれないんですけどそんなに減らさないと思うんですよでその分をこう積み立てていけると思うんですよね20年 積み立てたら万円になるんですよ老後に必要なのが2,000万円みたいなまああれは年金プラスしてっていうそのなんていうか裕福なし人の話だと思うんですけどこのなんていうんですかねその反対する理由がもう全然わからないんですよね。その 年金とかそういうけ健康保険をなくさないなくしてしまうのが良くないとかそういう議論的なとこは議論するべきだと思うんですよ今回のこのウイルスの騒動でもその10万円給付するっていうのもみんなが騒いだことによってあの政府はそういうのをや,や,やるということになったと思うんですよね。そそれまでその そういううういいのやらんんととこっっていう感じだったと思うんですよその日本の政府はみんなに10万円配るとか最初30万円配るとか言ってたんですけどその所得制限付きというか金持ちには30万円配らずに所得が低い人にだけ30万円配るみたいなそんなんしてたら間に合わんへんとかみんなが騒いだことによって全員20万円ということになった感じになったんですよね。だからベーシックインカムするぞということにし,たいして みんながここが問題だということを騒げばいいんですよそしたらいや健康保険はの残そうとで健康保険を残した状態であの七万円配るにはどうしたらいいかということを考えようとそうやって建設的になんていうんですかねやっていったらいいと思うんですよねなんか頭ごなしに竹中平蔵が嫌いだからかわからないんですけどなんか。 反対するみたいな多分もう何も考えずに竹中平三っていう出てきてるから反対してる感じなんですよね。そ,のそんなん言って親がその二十歳まで積み立ててくれなかったらどうすんねみたいなそれは知らんっていう話なんですよ。あとそういうサービスみたいな仕事も生まれてくると思うんですよね。自分ではそのの子供のあのベーシックインカムを 使いかねない使ってしまいかねないっていう人のためにそのベーシックインカムを預かりますよ的なサービスとか自分でこうい,いった預けたらもう引き出せないに子供がその独り立ちするまで引き出せないシステムにするとかなんかそういうのができたりもすると思うんですよね。万円の貯金が あった状態で社会に出るっていう社会に出ることをスタートできるっていうめちゃくちゃいいと思うんですよね今の大学生って奨学金とかでマイナス500万とかそんなんで社会に出てしまうんですよそれがプラス1680で社会に出ることがうまくいけばできるんですよ親がもう0歳の子供に対してこれはお前のためのベーシックインカムだからって言って全部積み立ててくれたら 一年で80万円、84万円。二十年で1680万円。な、何に反対するんですかね。それが僕はよくわかりませんと思いました。僕はもう大賛成で、もう明日にでも始めてほしいなっていう制度だと思います。ベーシックインカム。いいことしかないと思うんですよね。あの、現状の 年金払ってきて今現在年金で生活している人は年金で行きますっていう風にするとかそのなんていうか妥協できる案みたいなそのなんていうんですかね話し合いみたいなのはできると思うんですよやるって言ったら反対する人はど,どういうところに反対しているのかじゃあどこをど,どれだけそのあれするのかみたいなとか。 話しし合いしていてけると思うんですよねなので僕はベーシックインカムはもうすぐにでも始めてほしいし問題点があるところはあのしっかりやってこの竹中さんの案ではそのベーシックインカムに一本化するって言ってるんですけどひろゆきさんの計算ではその2チャンネルのひろゆきさんの計算では7万円配ってても年金も健康保険も 残したまま7万円配れる財源の計算ができるんですよっていうひろゆきさん独自の <laughs> ベーシックインカム案っていうのを何年か前にだ計算で出してるんですよねそういうのとかもあるんですよねそういうのも見何も見ずに多分竹中さんっていうのはす,すごく多分く「ネット右翼ネット右翼って言われてる人に多分おそらく嫌われてるんですけどなんかそういうのがあるんじゃないかなと思いました。まあ 僕はよくわかりませんけどそういう竹中さんがどの辺に嫌われてるとかなんかめちゃくちゃ嫌われてるんですよね以上ベーシックインカム僕は賛成します7万円7万円でも十分ですまあ山本太郎さんいわく10万円配っても大丈夫だって言ってたんですけど <laughs> 10万円くれるなら10万円欲しいですけどね以上 This is art プー この話、面白かった人はチャンネル登録お願いします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。